バカ野郎、兄者が親方様なら張り付けの上一族郎と皆殺しだぞ。貴様らがちゃんとやらないと親方様の次がもらえないだろう。止めたのに家康に恩を売るんだって飛び出したの兄者じゃないか。家康殿へ刺客が放たれると兄者直々にお知らせしようと長谷さんしたんです。手柄取ったら跡目を譲るなんて嘘ばっかりだよ。兄者がな、この金とこいつらの儲けを分けろということだ兄者、置いてやろうよ。殺す気か。兄者も人が悪いしよ。兄者、よう頑張ったよ。もうちょっとで君道だぞ。待ってください。欲しいんだろう、天下が。兄者が溺れ死んだら俺が大将だな。